Ruokatekstuureihin on tässä pelissä kyllä panostettu. Ja ylipäätään näihin tekstuureihin, nämä on aika siistejä. Hyvä ajankuva niin sanotusti. Kapaperia hyllyllä. Joo, Kiryu. Hajakattara. Suimasen, Kashoki. Otema kakesaseri ona mane shichimatte. No, syö just samaan aikaan. Hai. Sakea vetää. Joku buji datta na. O mae ga honke kara yobidasareta tte toko made wa Nishikiyama kara kiiteru. Sokkara saki nani ga atta ka ookata yosou ga tsuku. Kuze no ojiki atari ga Kazama を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。いや。ええ、そうです。どういうことなんです。空の一壺で桐生が死なせたっていう死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たはそれもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦。面倒なことになったな、桐生。とにかく、クゼと何があったか全部話せ。uskollinen samurai。なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争っているってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。おやさん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け錦山。それより久世の話に出た空の一壺だ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。ええ、柏木さんは詳しくご存知なんすか。ああ、まず今カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな、堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょう。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりの更地があるんだよ。muodostetaan pienistä tonteista isompia tontteja, joilla ne on huomattavasti arvokkaampia. そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。くらくら。そんなからくりがあったのか。ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか。所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億。たった一坪の土地が。わお。なあ、空の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握っていると言っていました。風間のおやすさんの持ってる情報って何です。いや、わからねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報をおやすさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか。桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで冒険人の親父もけじめを迫られる。その上クゼが空の一壺手にして若頭になってみろ、奴は親父を
必ず組から追い出す。組から追い出す。まさか堂島組の波紋もあり得ると。ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あの親さんが波紋？波紋された極道の末路は言わなくてもわかるな、うん、一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。でも桐生は実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親さんも波紋にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ。だが久世が真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らが久世に手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になるな。だったらどうすりゃいいんですか。俺たちは柏木さん、ん？とりあえず俺の濡れ衣も殻の一粒も後回した。今とにかく俺はおやっさんを守るために動きます。何かいい手があるのか。ええ、俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやっさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。一人でけじめつけるって何する気だ桐生。目にしてるな。俺は今日限り堂島組を抜ける。坂月返して極道から足を洗う。桐生、お前今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ、杯もらって3年そこらのヤクザが5体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ、うん、それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。ああ、それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって、お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ何だこと言ってんじゃねえぞ。あ、俺の言うことが聞けねえのか。ああ、キリュウ。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんなバカ野郎。許してください、柏木さん。錦、車頼む。長い間お世話になりました。
Ei siinä hirveästi vaihtoehtoja ole, jos on jo käsketty niin uhraamaan itsensä elossa. Olis perheestä. Riittääkö pikkurille? が自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろう。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって。俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。上がりの人間は夢を見ることも許されねってる。メロドラマなあ、今お前何考えてた。何も、ぼーっとしてただけだ。おらよ、いつだったかおやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。うん、俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってた。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は、堂島組長は事務所にいるか。ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え、組長に伝えてくれ、桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、本気っすか。ああ。すまなかったな錦、お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな桐生。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ。うん、バカ野郎が。またな兄弟。組を抜けてってことでいいんだな、キリュウ。はい、組長に
波紋のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやるよ。てめえ縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組仕切ってんのはこの俺だ。口の聞き方には気をつけろよ。あ、詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、eikö tää päästä niinku sitä pois? おれ学生気分で敷居またげろど。極道の世界甘くねえぞ、こら。今なら全部水に流している。風間の頭から彼の一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。わらまらして、組長に会わせてもらえませんか。ほら、破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうかい。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど、山の中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのがないですよ。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家での評判も上がるってもんよ。ああ、あんた、ああ、組を勝手に殺すのか。組長に無断で寝ぼけてんのか。もう親父なんて関係ねえよ。てめえは組抜けたんだろうが。ああ、確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？やってペレヘ。てめえ。てめえ。兄貴分に向かって何しよう。ペレヘやせ。兄貴分だと。俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。Oops。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴。ミュックミヤスタやこっちゃ。こいつは俺がやらしてもらいます。
mutta ei ne tapaa ketään itse omassa talossa. Skini shiru. Kai. Mate. Anta ni wa mada hanashi ga aru. Oru ni wa ne. Douse omae wa koko de shinu nda. Moshi ikite oru no toko made koraredara hanashi gurai kiite yaru. Nara. Kubi aratte matte ro. Okei. Leepinen taistelu. Yksi mies vastaa koko jakutsa. Kakugo wa ii na. Itsu demo ii se. Koi! No niin. Toivos kuolla ja taas sama tyyppi. Ai ai. Mä en ehty torjua.
もういけ。かけてパー早い。リンパでやり。派手な短歌切るだけあってなかなかやるな、おめえさんも。風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃におめえと会ってたらプロモーターになりたいぐらいだ。クゼ、口が聞けなくなる前に吐け。殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。entinen nyrkkeilijä。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。Shit.
が効いている。キリュウ、てめえは。ああ、ねえは兄弟、手貸せ、このガシマシュ。Ja, pomo tuli. Ojasi. Dojima. Kumichu. Taiman hatte tan ja ne no ga, kuze. Hmm?堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫のいいこと言ってんじゃねえぞ、バカ野郎。おやじ、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上おやじに迷惑かけませんから。お前、肩毛に手かけんのか。ん、桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。いや、言ってきて、そんなこと、いや、kaikki huoneessa olevat kertoo, että se päästi ton pois. Oyajini mukatte usua joku niin nää. Kyodai. Avano. Ore mo hakkiri kikimashita. Kiryu wa mou kumi o nuketa ningen da. Sore o korosu no ni oyaji no yurushi wa iranai. Sou itte mashita yo ne, kuze no aniki. Temera. Kuze.これ以上無様さらす気か。さあ、ラピオ、ラカカーカイバ。ポモヤケンテュッケ。やは。さあ、座りった。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。にぃ、もうダンヘルコバーディア。くそー、うわぁ、よく見とけよ。Ammattirikollisorganisaatio. Hyvin, hyvin keskiä kannattavat. Okei, sitä ei näy sentään. Joo, voi siitä tulla perveen. Sillä toi hävitettiin vielä kaiken lisäksi toi sormi, ettei sitä varmasti niinku pysty pistämään tänne.
hurjempi juttu. Tai kurjempi. Uchi no wakagashira hosa ga ichido kuchi ni shita koto da. Kiryu Kazuma. Kyou kagiri. Dōjima gumi o hamon to suru. Dōjima kumicho.ありがとうございます。キリュウ、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のエスさんの身の潔白を明らかにするためです。こんなやるみやる。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のエスさんも全く関わりありません。ですが、あの一つもで俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですから、どうか風間の親父のことだけは。さあ、飯でも食うか。へい、堂島組長。お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺があの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のエスさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人を。犯人？そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめ？だからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい、少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから波紋を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ、キリュウ、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。ふん、カバリアトーロスヤクツァスタシッテ。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。